オースティン・クロージェアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元バスケットボール選手。ポジションはフォワード。日本では他にクロシェア、クローシェア、クロージュア、クロージャーなどと表記される。地元ロサンゼルスの高校に通った後、プロビデンス大学へ進学した。百九十七年の NBA ドラフトにおいて、インディアナ・ペイサーズより全体十二位指名を受けて、 NBA 入りした。ルーキーシーズンより2年間は出番に恵まれなかったが、3年目の1999から00シーズンには81試合に出場した。この年には、チーム史上初の NBA ファイナル進出を支える、活躍をし、注目を浴びた。この活躍によって、シーズンオフに、チームとのさらなる契約延長を勝ち取ったが、周囲の期待をよそに、 ベンチに座っている時間が多く、良い数字を残せないシーズンが続くことになった。特に、ヘッドコーチが、アイザヤイ・トーマスだった2002から03シーズンまでは、全く出番がなかった。その後、2003から04に、リック・カーライルが就任し、2004から05シーズンにより、再び心強いバックアップの一人として、平均25分程度の出場を果たした。 2006年7月5日、マーキス・ダニエルズとのトレードで、ダラス・マーベリックスへ移籍した。層の厚いチームだけあり出場時間が限られた中、2007年1月30日のシアトル・スーパーソニックス戦では、フィールドゴール14本中11本に成功し、34得点を記録して、キャリアハイを更新した。 2007から08シーズンはゴールデンステートウォーリアーズでプレーした。翌2008から09シーズン、フルスのペイサーズと契約したがシーズン前に解雇された。その後、ミルウォーキーバックスやサンアントニオスパーズで数試合プレーした。非常にシュートタッチに優れたフォワードで爆発力がある。ディフェンス面においてもリバウンドで貢献することができる。 主力として活躍していたペーサーズ時代にはオースティン・パワーズの愛称で呼ばれた。ありがとうございます。